主はいつも共にいてくださいますけれども、主が共にいるということは私たちも主のもとにいるということが、主と心を通わせる、一番のものとなります。主が本当に私たちを愛して選んでくださっているのは分かっているんですけれども、状況によって左右されやすい、私たちです。しかし絶対的な変わらない御言葉が私たちを支えてくださり、またこの言葉を通してイエス様が栄光を表してくださいます。私たちを通して栄光を表してくださいます。私たちもいつも主のもとに、いられるように、また今日も主に信頼していきたいと思います。主がそばにいるから共に賛美しましょう。主は御手を伸ばして、涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる、命の地へ導く。主は御手を伸ばして、涙を拭い、主がそばにいるから、主